さあ行きましょう。螺旋盤の弟子さん、アンピーガーです。これは、まあ、かなり名勝負が期待できます。あれ、ここにあるおやつはどなたの。ありがとうございます。さあ、さあ開幕アインシェルからしゃがんでいる。これはでかいな。前ビエ、しゃがむのほんと怖いんだけど、あそこはリターンもでかいからね。あとなんか意外にしゃがみるんだよね、意外に。さあ落ち着いている。まだ強バイスから死投げ、戻ってきて、さあうまく落とせ、さあ追う側になるとこのアインが非常に邪魔。うまい、体力そこそこ削れたものの、うまく取り返して中堅かすみ、さあじじした展開から、さあお互い様子を伺いつつ、うっと、ここはゲージを払わず歩いて投げ、中段ガードして、さあ避け切る、うまい、いや痛い当たり方。これはあれ、あんな好きなかったっけ。さあしかしここは使っていい判断、殺し切る。あ、もっと硬直があった気がしたけど、なんか意外に早かったな。さあ先に大将を引き出されたのは化石、キャラクターはマチュア。さあ射外届かないが、フォローが効いてゼロロット。はあはあはあ、あっと、さあなんとか救われてゲージ状況を逆転。いきなりここはまあ使わないか。そうですね、まずは6割程度消し飛んで、キャーッと、これは一気に苦しいぞ。勝利、お見合い投げ外して、うまい、まだありそう。かー、さあ再開です、再開です。さあなんと 1P2P いろいろ事情があり入れ替わり、 1P 化石、 2P 螺旋盤の弟子。さあ開幕挨拶の前日、しっかり、もうなんか展開がすごい早いですね。早い中でお互いの行動が鋭いのがまたいい。
さあ連打が早く抜けるのも早い。上を取ってさあ追い込む。今のダッシュもいいタイミングですね。さあ稼ぎ屋がちょっと防戦一方だが、下段刺さってここはたまらずガキャンから中段。ここは2段避けて、おおマジか、かあ、さあこっからしのぎきるのは非常に厳しいでしょう。相打ちすら痛い。当て身も鋭い。投げも通して。たはい、トンガさん。残るは3、4人。いや鋭かったのにな今の追い込み。さあとんかつペースですがここは落とす。つっついて嫌がらせ。さあ吹っ飛ばしの上を取って、さあ痛いカウンターヒットから、うん、マジか。好かりそうな感じだったけどね、当たりましたね。さあとんかつさんにもまた火がついている。抜ける、うっ。さあ投げ返してつっついて、マジか。さあミスしてしまいましたが、フォローはできないまま終わってしまう。あのコンバートもう何とも言えないところがまたあれむずいからな。さあ早出しで端から逃がさない。さあトンガさんもまた早出し。さあいいですね、ギラギラしてますねお互いのプレーが。ますね。投げからうまい釈放。おお、よく合わせたな。
まあ難しい場面ではありますが、まあ、難しいね。うまい。しかしゲージを払ってしまって1ゲージどうなるか。さあとんかつ側も取りに行く。つながって、ここは真正面からつなが登場しがむずい。合わせていく。まだあるか。あー、いい打ち。アッキーさんが行って残るは3人か。さあ舞山崎、あ、まあ、うん、山崎側がまあ対処に困りそうなキャラですね。これは対応しづらいでしょうね、非常に。さあ打っていく打っていく。さあ前転神谷が、おお、さあうまい、パチキから下段下段、うまいな。飛び越せず、これもこれは特に前の鬼門となるキャラだと思うんですが、うまくダメージ取ってますね。さあ追い込め、うまい、冷静でしたね。さあ中堅にフォクシー落として、さあここは角田が、ここは正面、まあ手を出したか一瞬めくりだと思ったか、どっちか。さあ全然逃げられない。さあしっかり決めて、おいちゃ使うか、使う2ゲージ計4ゲージコンボ、あぶね、隠る勢いだった今の。さあ怖い怖い、うまい、 D 内からチャンスが来たか。あ、いやー見てたけどフォクシーの前転見づらい。ねじ込んでいく、使って中段ガード、あおーおーおお、一番まずいのはゲージないうちにちょいちょいダメージ奪われて、さらにその後初コン食らうコンボがまずい。はあ、後がない。あー最後はコパンコパン。さあとんかつキャップ、これで結構ここ最近ではちょっと珍しいんじゃないかな、この組み合わせ。実はさあキャップさん側は今日クリス、イオリ、
これ嫌だろうね、北地側ちょっとね鋭いからね。お、しかし一発いいのか、開幕入る。さあどんどん攻撃当たっていく。マジか、さあ追い花から、バンシもガードして当たって吹っ飛ばし、さあトンカツさんがいいスタートを切ったと言える。ゲージも十分、いや鋭いな、バンバンバン減った、すげえ、ほうほうほう、すごいな、あの状況からもうここまで盛り返している。さあ上を取って追い上げにかかる、さあいい攻防、遠心強い、なるほど、まあちょっとびっくりしたな。キャプサの場合なんかこう予備動作っていうか、なんか急にやってくるのがすごいよな。まあ本人は急じゃないんだろうけど、急に見える。かあマジか、お、うまい、ここは締める。対照戦で出てくるのがクリス、うん、まだまだどうなるか、そんな状況。集団からジャンプスイービー、さあトンカツさん結構攻めてますね。うわしかし鋭い、ここは使ってまだ残るが、あー追ったところにスライディング、もう置いてある。はいはい、1P に初期さん、そして 2P は相変わらずキャプさん、キャラクターは初期殿が K ダッシュかすみちゃんネームです。さあキャプさんも初期が相手なら K ダッシュを使わざるを得ないと同キャラやりたい、なるほど、投入してきましたね。さあ初手の大事な K ダッシュ同キャラ、赤いのが初期さんで茶色いのが、あ違う、赤いのがキャプさんで茶色いのが初期さんか。ファインに引っ掛けてアイン合戦、上は見ている。さあここでいいのが刺さり1ゲージ、さあそこはちょっと高いと判断したか、スパキャンにはいかず。さあ初期が苦しい、一生懸命火を焚くが残り2割程度、あーっと前転はしっかりとがめられる。さあここは空対空が打ちになりキャップ取る。さあ続いてくるのは赤い霊柩車東堂霞、
まあ、ここはですね、 K ダッシュはまだ残業できる体力がたくさんあるので、いや危ないところだが、駒内からヒートで今のは逃げたかな。さあ初期殿はもうこれ以上体力を失いたくないが、 K ダッシュが残業する、火を焚く、じりじりして愛に引っかかってしまう、乗っかってスカシゲガシが見えない。さあ前出なければならないが、やはり K ダッシュが盤石である。苦しい。で大将のネメレスを引きずり出されるが、現状2本これはちょっと状況が苦しすぎるが、1本払う、よく当たったな今の。さあこのまま穏便に殺したい。あなんだなんだお互い入れ替わったぞ。中堅は、草薙京、織京ですね。ここは初期殿はゲージを貯めつつ穏便に始末したいが、垂直ジャンプ打ってほしい、置いてある、攻め立てられる、これは苦しい。どうなるどうなる。さあ前が引っかかって端から逃げる、ゲージを貯める行動に行くが、ダメージにちょっと直結しない。サンディを当てて、あと高すぎて当たらなかったか。あ最後はごちゃっとして投げが通り、キャップ勝利。さあなんかちょっとテロップが入りませんが、これラストかな、ラストですね。ナルトキャップ。ナルトさんがクーラーあんまり評判が良くない良くないと聞く、ナルトさんのクーラさあどうなっていくか、キャプさんの軽打者に対して、お当たらない。まあ様子見から、さてお互い今遠距離の中どう近づいていくか伺っている。さあお互い入っては出ての繰り返し、しかしさあすごい、こんな試合になるとは、超ジリジリしてる。しゃがみに成功して、あっ、バイスじゃなかった。あっ、うん、ほう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 。あのクーラーの禁止が空中ヒッターしたときは本当なんかよくわかんないよね、気まずいよね。あ、飛びが通る、これでゲージも相まって一応逆転でしょう。荒髪ねじ込んで、うわ鋭い、かー減ったてか今奈良さんの 手出しの速さを本当読み切っての釣りでしたね。
相当早い釣りだった。うん、野田さんの、まあ、あ、暴れ暴れというか濃すぎというか、さあ今のはまあ精神的にもきついやられ方。しかし状況は、まあ、ゲージがある。ぶつかってさあちょっとこれはなんかモードに入っている感じがある。あらー、もうなんかねそんな感じしたね。夏さんに一言。これは厳しいっす。もうね、え、まあ、あのコンボ、コンボはまあまあ、まあ、非常にうまいんですけど、なんかもうそこからのね大将戦というか最後のあのラウンドがやばかったね。もうなんか感じが。じゃあキャプさん、挑戦いつでも待ってるぜ。いや俺まだだいぶ味噛み締められますよ。あ、キャプさんが来てる。もう省略だいぶ短くなっちゃった。やばい、俺もう今のは今の矢部さんの一言でさらに面白くなりました。今一段階違った道がね、もう何の話してるのかもうよく分かりませんが、はい、締めたいと思います。第249回ゼロニウム、紅白戦、これで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。